雨雲が低く立ち込め、釣りには絶好のコンディション。HPL を代表する骨格。こんなので釣れたら楽しいだろうなっつって、まあなんていうかな、物を見る視点があれなんですよ。ルアーになるかどうかっていう、魚が食うかどうかじゃなくてルアーになるかどうかっていう感じでいつも物を見て歩いてるんで、なんか面白いもの見ると何でもルアーにしたくなっちゃうんですよね。で雑貨屋さんとか行ったらやっぱこういう骨のもんとか多いんで、これでルアーになったら面白いだろうなみたいな。ルアーって本来魚が食べるものに合わせていくじゃないですか。だからもうそこをバッサリ切り捨てて、どんなので釣ったら面白いかっていうのを基本的な考えにおいてやってるんで、もう魚の都合はどうでもいいですよ。自分のビジュアル的なものばっかり考えてるんで、まあその中でその機能もちゃんと動いてくれる、意図したように動いてくれるように作れないとダメなんですけど、あんまりその機能を優先にしちゃうとつまんなくなってきちゃうかなと、周りのものと同じようなものになってきちゃうんで、もうその辺はちょっと捨てて最低限の機能だけ持ってればいいのかなっていう、そういう考えです。ロッドは AHPL シリースティック、素材はグラス、リールはフロッグ、トイマシン、スーパーラクティブ、ラインはバリバス、ナマズプレミアム PE50 ポンド、グラスロッドとの相性も良い。雨が降り始めた。よっしゃ、乗った、よっしゃ、よし、取った取ったやったやったよ、やりました、めっちゃ嬉しいんですけど、おお、ちょちょちょいちょい、骨格できました、よし、このこれですよ、これがシリースタイルです。はい、やりました。いやー、よかった。シリースタイルとはバカな、愚かなという意味の総称で、こんなルアーでバス釣りを楽しみたいという AHPL 安藤義彦の釣りスタイル。骨格はその代表格ルアー。